はいどうもこんにちは、これです。今日はガチガチの机ミナルト使っていきます。一応編成紹介しておきますね。まあ見たい人だけ止めてみてください。もう全然これね動画と関係ないんでね、無視してもらって OK です。今日はねこのガチガチの机ミナルトパーティーですね。でフレンドさんにね、なんとこちら今日実装のね武田のカードですね。ダメージ吸収無効に闇ドロップ4個生成でなんと12ターン、てかスキラゲ15万あんなかよ。これ多分フレンドさん P で15まで上げてくれたと思うんですけど、めっちゃありがとうございます。このねめちゃめちゃね P 上げめんどいけどね、めちゃめちゃ強いね武田カードね使っていこうと思います。はい、操作負荷耐性もあって吸収無効もある。はチートか使っていきましょう。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今日はね武田装備がねマジで強いってことで使っていこうと思います。まあいきなりなんですがね、武田装備何が強いと思いますかって言われたらね、もう単純に操作負荷耐性を持っていて、なおかつ吸収無効を打てるっていうところだけなんですよね。でこのキャラって分かりやすく言うと、動画一本にまとめてうわこんな強いんだって表現できるキャラじゃなくて、例えばミッキー装備とかヤシャマル装備とかそういう路線の人なんですよ。一生使える強い武器ってニュアンス。特に最近烈海裏烈海って1ターン吸収無効で満足してるじゃないですか。だからなおさらねすごい環境に刺さってて、なおかつスキルも12ターンで打てるんですね。まあ上杉が8ターンなんで、まあ机読みノルタの場合は上杉でいいかなって思いがちなんですが、まあこれね武田武器にしてあげることによって、あのね因縁のね転生キャラクター水オーディンですよね、水オーディンも外すことができますと。かなりパーティー編成の自由度も高くなってね、めちゃめちゃ優秀なキャラだと思います。まあで武田に関してはね、交換素材結構安めで取れるキャラでもあるんでね、まあ、特に上杉装備を持っていない人ですね。うん、まあ上杉装備持ってないしな。でもまあ結構ね周回パーティーとか、攻略パーティーとか組みたいんだよなっていう人に関してはかなり取る価値がある武器になってるんじゃないかなと思います。で逆に言えば、僕が今回クローズコラボが復刻するって言われて一番最初に、まあ、これを使っているということは、まあ、逆に言えば あんまり、キャラ性能っていうのかな、まあ、キャラ性能で強いキャラっていうのは結構少なめかなって感じ。うん、まあ、なんでかっていうとリーダースキルの強化が入ってないんだね。そうだからまあ別にそんな強いキャラいねえなって感じなんで、なおさらまあ余裕があったら取ってあげてもいいんじゃないかなと思います。まあ取んなくてもいいけど別に、上杉装備持ってる人は別にね大して今更取る必要ないよわざわざ。まあでも上杉装備持ってる人も俺ちょっと取った方がいいかもしれん。まあ操作負荷耐性持つのでかいからな。まあとりあえず上杉装備持ってない人は取るの必須で、でまあガチガチの裏烈海とかの攻略パーティー組んでる人だったら取っておいて損はないかもね。まあでも普通にパズル遊んでるぐらいだったら無理して取るまでではないって感じ、ニュアンスとしては。でまあ今回は普通にねその操作負荷耐性を月読みがね、月読み継承してる武田が補ってくれているおかげでパーティーがかなり自由になったんで、自由なパーティー組んできました。で僕多分パーティー紹介まだしないんで、パーティー紹介今からしときますね。はい、怒られる前に。ノルザにホロホロ装備継承でバランスキラーに、水泥鏡4つと、ノルザにこちら、バージル装備ですね。でスキルブーストと水泥鏡武器です。まあスキル武器で OK ですよ。でバージルは陸空装備とかつけてあげてね、スキルブーストと封印耐性を補ってます。でガウリー毒目覚め耐性、毒目覚め耐性つけてあげてヤシャマル装備継承で、あれですね、消せないドロップ回復、そして覚醒無効回復ということで、もう完全にオーディンの対策、完全にオーディンを対策しています。そして坂田金時は、木のシェリングフォードですね、木のシェリングフォード装備をつけてあげて消せないドロップ回復をしてあげる上でスキルブースト武器をつけてます。まあエノク捨てるなら別にスキル武器でいいですけど、まあエノクうざいんで、まあ一応木のシェリングフォードの方がいいかなって感じで、月読み継承が武田装備って感じになってます。はい、まあキラーとかはねノルザンに神キラーつけてあげて、でバージロン悪魔キラー1個で遅延、まああとはなしって感じかな。とりあえずここも1ターン耐久してから水の無効貫通で倒していきます。まあ月読みノルザ自体はねもうはっきり言ってめちゃめちゃ強いですからね、まあ、基本的に負けることがない月読みノルザね。正直環境最強リーダーもう月読みノルザ一択やと思ってるよね今。テンペレがどうしても編成難易度高いから、ノルザ一体所持必須っていうね編成難易度高いからちょっと組めてる人少ない感じもするんだけど、環境的にはやっぱダントツかな。まあちょっとこの土日ね多分ネタ切れなんで最強リーダーランキング作ると思いますけど、まあ間違いなくトップ3には入ってきますね。まあただ正直多色もめちゃめちゃ強いんで迷ってはいるんよね。どっちが強いかっていうのは一言で言いづらいから結構めちゃ迷ってはいる。ただまあトップランカー候補っすね間違いなく。
あの攻略サイトでツケヨミノルザを最強リーダーランキングみたいなのに入れてない、まあ攻略サイトっていうのは結構最近の流れを見てない感じがあると思う、うん、やっぱりねツケヨミノルザをね使ってない可能性がワンチャンある。実際一回使ったらわかるんだけどね、もう抜けられない、マジで抜けられない、本当にやめられない、止まらない、マジで止まらない、本当に止まらない。でノルザ使って坂田金時打ちます。まあでもどうしてもテンプレの編成難易度の高さがあるんで、初心者向けのね最強リーダーランキングとか作ってる攻略サイトだったらね結構まあ下位になりがちですけど、まあ基本的に最強リーダーランキングっつってのに初心者向けって意味わかんないんでね、まあ基本的には多分もうトップランカーになってると思います、どのサイトでも。マジやばい。で14層あれでも待って、この動画って一応武田の武器が強いっていう動画だよね。これよく考えたらツケヨミノルザが強い武器じゃないよな、動画じゃないよな、困るなそれ、ちょまずいね。どうしよっかな、まあ、嘘つくか、ちょっとそうだな、あのバレない感じに嘘つきますね今から。いや実はこれね言ってなかった裏技なんだけど、武田装備をゲットするとなんと今月末に新しい闘技場ダンジョンが実装されるんですよ。しかもそこでなんと使えるんですね。いやこれガチです。あれなんか待機されてるんだけど、まあいっか。なんか新しい降臨ダンジョンが実装される上になんとそこで使えるんです。そうもうね、山本プロデューサーからね実はつぶやきがあったんですけど、今月中にね新しい闘技場ダンジョンの実装が決定してるんですよ。これはちゃんにマジ、そこで多分捜査課大生プラス九州無効武器っていうのはかなり使えるんじゃないかと予想してます。まあその対策のためにも取っておくべき、取らないと損、いや言い過ぎだな、あでも取ってても損はないキャラかなって感じあるよね。でもこの最悪のループね、黒根、あ間違えた、マイネ黒根、マジでマイネ黒根の黒根はタッチ悪すぎ、本当に本当嫌い本当嫌いは本音だけど、普通にこのループだけは好きじゃないな。はい、はい、あげる、ありがとう。でここ回復エレジ組みながら倒していきましょう。あでも配置いいね、めっちゃ。あぶねえ、あぶねえ今のOK、まあ、これ倒せっかな、ちょっとギリかも、さすがにちょっと無理かな、いくらなんでも。せやな、じゃあ通販してこう、もっと遊ぼう。なんだこの人、人じゃないけど絶対。どうしよっかな、レッツ組みたいな、レッツ組むか、レッツゴー。ちょ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 、危ない危ない危ない、よいしょ、闇変えて、よいしょ、あー水ー、今水が隣で消えた、うわ悲しい。これいけるよな、さすがにいけるよな、ナイス、オッケー。泥鏡入ってるとやっぱ火力高いね。あーイザナギはちょっとわかんないっすね、な、なに、なに、チート、アイムチーター、ハロー、アイムチーター、ずるくね。あでもそっか、まあ、あれか 33% だもんね、言うて水が来る確率結構低いもんな。そっかそっか。でも光自体は普通やしな。えぐ、でもまあラッキー。危ない危ない。水吸収来なかったんで、ありがたく倒していきます。え、ちょっと待って、光やめてね。ちょ、光やめてね。光やめてね。光やめてね。危な、怖えよ、マジで。てか、ずるくね、火って。これ、木もちょっとやばいからね、ちなみに。これ、ずるじゃん。まあ、いっか。これ、本来ね、月読みのるぞ逆なんだけどね、僕が武田装備持ってないから、実は逆になってます。これ、言ってなかったけど。こいつはマジで雑魚よ、はっきり言って。こんな、もう何の問題もない。もうはっきり言って、子犬。この見た目だけど、子犬だよ、はっきり言うと。この子はね、もうホロホロ武器とね、神キラー、サンドスの月読みの火力を一切耐えられないから。はい。これが耐えてきたら、この動画もうあれだよ、ボツにするから、任せて。あ、絶対倒した。だって1億4000万からの14億ダメージだからね。そりゃ倒すわ。で、続きまして18階層。ここ、水無効感組んで倒していきたいですね。なんか意外と順調だな、やっぱこの編成。強えな、普通に。ちなみに途中でヤシャマル使ったんで、まあ、ネプドラじゃなくて、ネプドラ、シバドラは OK で、オテドラ来たら負けます。ちなみに。どうでもいいけどね。いや、全然どうでもよくないな。全然どうでもよくない。今日一どうでもよくない情報だったもんな、今の。よし、OK。
しっかりと無効貫通組んで倒していく、まあ、ここは無効貫組んであげるとバージル余裕ワンパンありがとうございますなんで、はい、乾燥ダメージで倒していく。で19階層オディガイナイスナイスナイス、でかい。これはね一旦耐久でもいいんだけどね、ちょっとやっぱ俺的にはまあ俺的にはちょっと倒しに行きたい感じあるよね。バージル打ってこれワンパンするとちょっとめんどくさいんだけど、なんか動画的にもちょっと今んとこさ見栄えあんま良くないからあ何かを心配してちょっと行きますあ特にみんなはね気にしないでいいよ、ちょっと俺的にはねちょっと今んところなんか違うなっていう感じだから、ちょ行くわ。オブノ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 パンチャーンパンチャーン、あでもナイス、あでもいい感じじゃない、ああちょっとやめていろいろちょっと待っていろいろちょっと待っていろいろカット、これまあいっか、つけ目打ちまーす。なんかさ俺の攻略ってさ最強のパーティーってかめちゃめちゃ安定するはずのパーティーを使ってさいつも接戦してない、なんか俺ってやばくね、ちょもしかして俺パズドラ下手、実はなんかいつもさ絶対に勝てる周回パーティーを使って余計なことして死にかけてるよね、ほんとバカだよね。今のも回復エルジミスんなかったら絶対倒せてるのに 1.5 倍乗るからちょっとねそういうとこあるんですけどね、まあまあまあこれでちょっと待って、えこれ待ってノールザ溜まってない、水と回復が存在しない、あこれ負けだねえそんなことある、え負けたんだけど、これ盤面悪すぎ、耐えろ耐えろ、うえスリル、あーん